よ。でも出てるしさ、主機主機なの。歩けアニメ。ここで宝箱が、あ、タマさん、足元に、いつの間にか。このところに宝箱が。すげえ、なんか芝居うまいね。中身見せてもらって嬉しいですか、これは。はい。お、一枚ここに入っております。お。お、みんなで掴んだ120点。ここにこれを読ませていただきます。お願いします。ババン。この素晴らしい世界に爆炎をテレビアニメ化決定です。うわー、きたー、それでは大発表。すげー、やばい、ここで来ましたね。やばいやばいやばいさあ、これついに情報をお伝えできるタイミングやってみました。めぐみんがカズマや悪魔と出会う前の物語を描いた大人気スピンオフ、この素晴らしい世界に爆炎をテレビアニメが決定でございます。素晴らしい。めっちゃ喜びたいのに疲れてんだよね。高橋さん、今シンプルにどんな気持ちか気になりますけども。そうですね、あのやっぱり このファンやってる中でも、あのキャラが登場したりとか、あんなキャラが登場したりするところの、はい、やっぱり最初のものが書いてあったりするので、もともと爆炎めちゃくちゃいいシナリオだなって思っていたんですけど、まさかアニメ化、しかもテレビ、テレビテレビイントネーションでかかってテレビということはやっぱシリーズなんでしょうか、ということでシリーズで爆炎を描けることを大変こう噛み締めて、テレビアニメ化ですって、すごい、精一杯頑張りたいと思っております。素晴らしいコメント。そしてなんとですね、本日もう一個ございます。なんとですね、爆炎のティザービジュアルもご用意があるんですが、すいません、このクエストです。はい、嘘だろ。クエストはこちら。またやるの、クエスト、リアリーの一部の4人で答えまくれ。なんでだよ、はい、この4名なんですが、今日一難しくねえか、これ。福島さん、山宮さん、茅野さん、そして高橋さん自身にも答えていただきます。本人入ってんの。本人入ってます。今4人でってしれっと書いてあります。やばい、リエリーが何て言うかすげえ俺興味あるわ。やめてください、どうしよう、私のいいところ。ここからは自由に褒めていただいて、はい、12個も言うの。結構人を12個褒めて、結構待てよ、え、おしゃれ、あ、ピンポン、いっぱい出てる、気遣い上手、あ、めっちゃ出るか、びっくりはしましたね。もうめっちゃ出るしさ、好き主機主機なの、主機なの、嬉しい、主機主機丸出せよ主機は認めてくれ。やべ、超むずいな、これどうしよう。甘え上手、甘え上手、甘え上手、すごいですね、優しい、声がいい、おもうだいぶ出ましたよ、だいぶ、もうもう肌が綺麗、7個目主機は入らない、主機は通らない、主機お待ちしないで、主機は通らない。もう天宮さん、だいぶ7つ出していただきました、もう7つ、今7個出したの、出た、かやのさん、かやのさんですか、かやのさん、私も行こう、ね、キャラへの愛が強い、おお、びっくりした、びっくりした、びっくりあいつ描くぞ、押し間違い、押し間違い、じゃあ今8個、8個ですね。あ、じゃあ次、もう1個、もう1個、仲間思い、仲間思い、ズボン、ちょっと待って、みんなが何言ったかあんま聞いてなくて、じゃあ次、ここのつ、ここのつ出てます、もうじゅんさん2つ、次、そうですね、はい、あと2つ、あ、それどうしよう、え、マジでどうしよう、何が残ってるの、言ってみたらじゅんさんが思うことでいいと思います。何が残ってるのって言ったら答えですかね、もう、どうしよう、どうしよう、りーちゃんの、りーちゃんの表情見てください。いや、どういうか、顔が面白い、面白い丸なんかい丸なんかいもう一個、もう一個、可愛いとかいろいろ言ってたもんね、声も言っちゃったもんね、声言ってた、なんだ、なんだろう、いや、どうしよう、めっちゃ悩んでる、あ、中二病、あ、中二病です、生まれながらの、私は中二病です、生まれながら、え、私はこれ学生時代に、学生時代にポエムを書いてたさあ、ラストはこれもご本人からいただきましょうか。待って、そうですよね、私のいいところ、自分を褒めてあげて、
んーと、みんなが思ってるよりみんなのことが好き。イエーイ。ねベストクリアでございます。このコーナーめっちゃ良かった。良くない。これ大変だね。大変すぎる。こちらめっちゃ疲れてる。ちょっと皆さん疲れた表情になってますんで。疲れるわ。ティザービジュアルご覧いただいて元気になってもらっていいですか。最初の方に言ってくれる人は、はい、この素晴らしい世界に爆炎をテレビアニメ、こちらティザービジュアルこちらでございます。おお。ちょっと、わーすごい。誰これ誰。瞳ですね。目がキラキラ。これはあれですね、瞳の中にやっぱりこれこの映っているもの。ちょっとすっげー気合入ってんじゃん。めっちゃ可愛い。なんかタイトルのロゴも素敵じゃない。これ何これ、はい、タイトルがすごい爆炎のロゴになっていて可愛い、すごっ。可愛すぎる。すごいね、可愛いね、これ確かに。めっちゃ楽しみです、皆さんの反応もかなりいい感じですね。可愛いと感動だと。頭のおかしい魔法使いに思えないよ。そういう物語じゃないんでしょうね、きっとね。ヒロイン感すごいっすね。ね、本当に。ヒロイン感すごい。すげー。可愛すぎる。こちらティザーだけでなくですね、キャスト情報、スタッフ情報も公開させていただきます。はい、お願いします。こちらキャストはめぐみん役、高橋さん。はい、そしてユン役、豊崎亜希さん、他となっております。これもいっぱいね、並んでますけども、続報をぜひお待ちいただきたいです。スタッフ情報、監督は阿部裕次郎さん、総監修に金崎孝臣さん、そしてシリーズ構成は上津誠さん、キャラクターデザインは菊田光一さん、そしてアニメーション制作はドライブとなっております。なるほどなるほど、すごいことになるでしょう、間違いなく。頑張ります、なりそうだね、はい、頑張れ。頑張ります。さあ、ただですね、やっぱいいとこをみんなに言ってもらって、これからもうね、テンションも上がって頑張るぜっていうところなんで、うんうんうん、やっぱ高橋さん、意気込み最後いただいてるしですか、やっぱり。うわー、意気込みですか。アフレコこれからなんです。めちゃくちゃ応援してもらえませんか。頑張れ頑張れ頑張れリアリー、頑張れ頑張れ。俺は安心して任せる。頑張ります。みなぎる頑張ります。頑張ります。もうみんな頑張れって、海外の方も頑張れ、ファイトって来てますもん。わーって。ものすごいことになってます。はい、耳まで真っ暗でしっかりと、はい、応援届けたので本当にもうこのバトンをしっかりつないでいきたいと思ってます。頑張ります。見仕上げてください、高橋さん。ありがとうございます。放送時期などの詳細はですね、今後の発表となっていきますので、ぜひこのスマのホームページ等々チェックのほどよろしくお願いいたします。